カード E、カード E、カード E、および上位規格のカード E、カード E プラスはゲームボーイアドバンス上でミニゲームをプレイしたり、ゲームボーイアドバンスやニンテンドーゲームキューブのゲームソフトに拡張データを与えるためのプログラムデータが印刷されたカードである。カード E を扱う機器である。カード E リーダー、カード E リーダー、カード E リーダー。 カード E リーダープラスについても本項目で取り扱う。デジタル情報が記録されたカードだが、カード自体は電子媒体ではない。通常のトレーディングカードと同じような紙質で、テレホンカードより若干大きく、カードの円に沿って特殊なバーコードが印刷されている。これは、オリンパスの二次元コード技術コードテクノロジーを利用したものである。 QR コード等と比較すると非常に目が細かく、一見すると濃淡のあるグレーの長方形でしかない。カード E リーダーという周辺機器をゲームボーイアドバンスに接続し、コードを読み込ませることで、そのコードに記録されたプログラムを実行することができる。この機器は読み取り専用であり、ユーザー側でコードを作成するための手段も公式には存在しない。 カード自体はトレーディングカードもしくはトレーディングカードゲームの様式で販売される。他雑誌の付録やイベント会場で配布される場合もあった。日本では2001年12月1日にカード E リーダーが発売された。後にゲームボーイアドバンスやゲームキューブとの通信機能を追加した上位企画カード E が発表され、それに対応してセーブ機能を追加した。 上位機種カード E リーダープラスも2003年6月27日に発売されている。基本的にカード E リーダー以下は旧機種の上位互換であり、で、旧規格のカード E を読むことも可能。発売当初は旧機種を下取りする代わりに、お安価で提供するサービスも実施された。しかし、ポケモンカード E シリーズの読み込み履歴が保存されるのは旧機種のみである。 なおこれは、読み込んだデータではなく、そのカードのナンバーのみが記録される、コレクター向けチェックシートとしての機能である。また、の場合、通信用の端子が邪魔になって、Nintendo DS に挿入することはできない。ただし、Nintendo DS Lite だと、普通の g バ a 用ソフトを接続すると出っ張りが生ずる。使用のため、端子が邪魔になることなく接続でき、 通信機能を除くすべての機能を使用可能。ただし、任天堂では、カードイリーダーの任天堂 DS での使用は、公式には、必サポートとしている。アメリカで、イい,いリーダーとして発売されたのは、日本の、にあたり、旧機種は発売されていない。日本の、より先に発売された。なお、任天堂の携帯ゲーム機は、固定型ゲーム機と異なり、DS、 DS ライト含むまでは、全世界で共通の規格を持っていたが、カード E リーダーとカード E には独自のリージョンコードが設定されおり、日本版ので、北米版のカード E を読むことはできない。逆も同様。カード E リーダー、およびには、ゲームボーイアドバンス以下、グバイオカートリッジと同様のタムシがついており、それと同様にスロットに挿して使用する。 カード E リーダーを指した本体からは、他のカートリッジ同様カード E リーダーは1本のソフトとして認識される。カード E リーダープラスとゲームソフトの通信を行うには、通信相手のソフトに応じた接続を行い、ソフト側で待ち受けの操作を行った上でカードを読み込ませる。グバ用のソフトと通信を行う際は、グバ用の通信ケーブルを使い、通信相手となるソフトを指した。 グバを 1P 側に、カード E リーダープラスを指した、グバを 2P 側に接続する。なおどちらのグバもゲームキューブ、ゲームボーイプレイヤー、イカイギリスポンドの組み合わせでも良い。また 1P 側のグバについては、ゲームボーイミクロ以下 GBM でも良いが、この場合は通信ケーブルは GBM 用のケーブルを用い、カード E リーダー側は GBM 用の変換コネクタを用いて、 接続することになる。GUBA 用の通信ケーブルには、プラグの色、1P 側は青紫、2P 側は灰色により指向性があるため、プラグを間違えると通信できない。ゲームキューブ、イカ GC 用のソフトと通信を行う場合は、通信相手となるソフトを起動している、ゲームキューブのコントローラ男子とカード E リーダープラスを、挿した、GUBA を Nintendo GameCube GUBA ケーブルで接続する。 このケースにおいては、ソフトを起動している GC にイギリスポンドを接続していてもそれをカード E リーダー側のグバとして用いることはできない。また、GBM も物理的にカード E リーダープラスを接続できないため、カード E リーダー側のグバとしては使用できない。グバやイギリスポンドにカード E リーダープラスを指す場合は、本体の通信端子にリーダーの通信端子がつながるが、 ゲームボーイアドバンス SP 以下、5バスプに接続する場合は、通信端子の下にある隙間に、本体のフレームが噛み合う形となり、通信端子が繋がらない、写真参照。そのため、5バスプで使用する場合は通信ケーブルの接続は、リーダー側ではなく、5バスプボンの通信端子を使うことになる。またカード E リーダープラスには、5バスプに接続した状態で折りたたんだ際に、 通信端子と液晶画面のフレームが接触することによる双方の破損を防ぐためのカバーが付属している。旧規格のカードを E では読み込ませることでキャラクターの情報が表示されたりミニゲームが遊べるものが多い。読み込ませるとパスワードが表示され間接的にゲームと連動するものもあった。1枚あたりに記録できるデータは限られるため。 一つの要素が数枚のカードに分割され、すべて読み込ませなければ表示されない場合もある。しかしカードに記録されたゲームで遊ぶ場合も、本体を接続したままでなくてはならない。人気の高いトレーディングカードゲームのおまけ要素であったポケモンカード E、間接的にゲーム本編との連動を果たした動物の森のカードは、ある程度売り上げたもののデータそれ、 事体をメインに据えた他のタイトルは、ほとんど話題にならずに姿を消した。米国においては、過去のファミリーコンピュータのゲームを再現したセットも発売されたが、日本で発売された。そのようなカードは、本体同梱のゲームウォッチ、マンホールのみ。ゲームボーイアドバンスやニンテンドーゲームキューブと接続できるカード E は、ゲームにデータ、キャラクターステージアイテム等を追加する目的で、 使用された。ポケモンカード E のようなカードゲームのおまけとしてのカード E は存在しない。ある種の拡張パックのような扱いであるが、カードという媒体は非常に安価に生産でき、雑誌の付録やイベントの記念品として配布することが容易であるという特徴がある。これを生かし、ポケットモンスタールビーサファイアの木の実が育たなくなるバグを修正する。 アテートプログラムが記録されたカード E が配布されたこともあった。以下のゲームに対応したカード E は市販されなかったが、販売促進用に特別なカードが配布された。以下は欧米で発売されたカード E。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。